面だけじゃなくって客電子とかをね常に教えてもらってすっごい参考になってたらね、今年はよりねいいキャプテンになってねチームを引っ張ってくるんじゃないでしょうか。非常に楽しみですね。さて、今日のガンバイズム2019なんですけれども、山口達也選手のロングインタビューをお届けします。山口達也選手ね、ファン間ではすっごいね、才能を発揮してくれて、中村敬斗選手とね、もうファンの皆さんの心をねわしづかみしていましたけれども、まあその風貌からオムと言われてますけれどもね、皆さんからの質問の中にもおむすびの具は何が好きですかという質問がありましたが、ね、それはまた後日ね放送したいと思いますけれども、今日、山口選手のね、インタビューをお送りするのは昨年の11月26日に収録をさせてもらいました、昨シーズン、自分自身のプレーについて、そして1年目プロに入って感じた壁、そして自分の長所を生かすために必要なこと、また J3 のほとんどの試合に出場したこと、メンタル面ですとか、佐吉監督からね、試合中ちょっとこうオフになってしまうところがあるぞと言われたんですけどもね、そのことについても聞いてきました。そしてね、もうのりさんいなくて寂しいんですけど、のりさんにはこういろんなことを教えてもらったと同時に壁当てとかねしてたんですけども、その勝負のことについてね、そして監督コーチの指導、またね、アドバイスをしてくれる先輩について聞いてきました。本当にリスナーの皆さん、たくさんの質問をいただきましてありがとうございました。もう皆さんがね、もう日頃のね練習の様子もよく見てくださってるからね、選手の皆さんもすごい喜んではるんでね、今回も本当にありがとうございます。皆さんの質問にも答えてくれております。それでは山口達也選手のロングインタビューをお聞きください。山口選手、いつもサイドの駆け上がりにワクワクしています。最近のセンタリングを上げる姿はたくましく頼もしいです。プレーをねいつも楽しみしているというメッセージを届いていますけども、はい、このところご自分の自身のプレーはいかがですか。初期の頃より、初期っていうかシーズン当初の頃よりは、まあ、いい意味でこう落ち着けるようになってきて、はい、でもっと余裕見て周り見てプレーできるようになったっていうか、視野が広がったと思うんで、それでこうどんどん、前はまあなんかこう目の前の精一杯になって、目の前のことを処理するのでドタバタしてたんですけど、今もっと自分のやりたいこととかそういうプレーをチャレンジして少しずつできるようになってきたので、成長を感じています。山口選手はこの1年間振り返ってね、こうプロとしてのねハードルとか、ここがちょっと壁やなって感じられたところっていうのはあったんですか。まあ、やっぱり戦術面のとか技術面とか、やっぱ高校サッカーはもうなんていうの、別に戦術は もちろんフォーメーションとかはありますけど、何人で守るとか、集団的な 2-2 の細かい戦術とか、そういうのはもう全然、合ってないようなもんだったんで、でもやっぱプロになってそういうところもやっぱ考えないといけないっていうのが出てきて、今も苦労してますけど、最初はもう苦労っていうか、もう困惑しちゃってたんで今はそういう意味では理解はできてきてるかなっていうふうには感じます。佐吉監督もポジションの取り方が良くなってきて、戦術的な理解が深まってきたと。でストロングの前の迫力も引き続きすごくね良くていいチャレンジしていると褒めてはりましたけれども、それは武器であると思ってるんで、でも武器を生かすためにはやっぱまず基本的なことを覚えないと、せっかくの武器の生かし方とか、その武器が逆に自分の物刃の剣になっちゃいけないっていうふうに感じてるんで、まずしっかり土台っていうのをこの1年積み上げ、まだ積み上げきれては全然ないんですけど、少しずつその土台は築いていっていけてるかなっていうふうに考えるようにしてます。はい、私も、J3 ではですね、32節のうちこう29試合出場で、先発27試合ということもほとんど出てね、チームに貢献しますもんね。そうですね、やっぱ
左バック自体が J3U23 とあんまりいないっていうのもまあ幸いして、自分がミスしてもまあ使い続けてくれた監督が言ってくれるおかげがあったりして、すごい継続的にミスしても次の試合でまた修正できるチャンスいただいたんで、それでやり続けることができました。なんか先ほど福田選手もね、やっぱりちょっとこうミスが怖くなる時期があったって言ってはったんですけど、山口選手はそういったこう自分とメンタル面での戦いっていうのはあったんですか？やっぱミス怖いのはまあ今も当然怖いし、自分メンタル強くないと思ってるんで自分で、だからやっぱりミスしたら、あ、やばい、ミスしちゃったって試合中引きずっちゃうことなんていうのはもう日常茶飯事で自分で開きになっちゃうのも良くないですけど、まあ頻繁に、まあ、あったりするんですけど、まあ、そういうのは切り替えないとやっぱいけないんで、ミスしてあやっちゃったじゃなくて、なんでミスしちゃった、もう次ミスしないように切り替えないとっていう前向きな考え方をできるように今すごい心がけています。なるほど。で、佐野志監督なんですけれども、たまにぼーっとすると。たまにぼーっとしちゃうんですか？それも自覚、試合中は自覚ない、ぼーっとしてる状態なんで、もちろん自覚なんてないんですけど、振り返ってみると、もう怒りたくなりますね、その時は自分に何してんだなっていうっていうぐらい、明らかにオフになってる時があるんで。マジですか？でもそれは僕も絶対良くない、良くないことはもう分かってるんで、そこはもう改善します。なるほど、はい。なんかスイッチの入れどころやなって言ったってましたけど、はい、じゃあオフはあっていいんですかって言ったら、ダメダメって言ったら、ダメダメ。まあ試合中はずっとスイッチオンにしがいけないんで、まあオフの日にオフにすればいい話なんで、だからまあ試合中はまあオフじゃないんで、少なくとも試合中は試合中っていう、まあサッカー選手として当然のことをマジしなきゃなっていう風に恥ずかしさはありますね、そこは。ちょっとぼーっとしてるんですか？まあ、ぼーっとするっていうか、まあ、なんていうかな、ぼーっふわーって、ふわふわしちゃうような感じですね。90分ずっとね、ぐわーっていかんできないですもんね、大変ですよね。それもサッカー選手なんで、そこは当然やっぱできないと言えない、そうなんで、そこはもう絶対やらないといけないなって思います、はい。そしてファンの皆さん、すごく素敵な写真を、ね、こう送ってきてくださったんですけど、ノリさんとの、ね、山口選手とのツーショットで、監督との壁当て楽しかったですか？ノリさんがすごい、ノリさんから誘ってくださって、結構壁当てしたりするんですけど、まあ、それもまあ狙ったところに蹴れるようになる練習なんで、そう、練習っていうか遊び練習終わってからの練習なんで、まあ、ある程度リラックスしてできるんですけど、本気で僕はまあ楽しみながら本気でできてるんですけど、ノリさんがと勝負してるんですけど、いつも負けちゃうんで、しかも結構圧倒的な差で負けちゃうんで、ノリさん楽しんでくれてるかなってちょっと心配あります、ね。なんか今日ね、インタビューお願いした福田選手と松田選手と山口選手、3人は俺に勝ったことがない全敗って言ってましたけども、もうなんとか今年中にはね勝ってほしいみたいな感じでしたけど、まあもうどう考えてももう今年中は勝ち数が負け数越すことはまずないんで、まず一勝っていう明確な目標を胸に毎日のモチベーションにつなげています。なんか皆さんもその壁当てに関してもそのパス交換にしても、ノリさんめちゃめちゃうまいからかなわへんですけど、すごい技術力で皆さん教えてくれるんですね、はい。まあ、もう身をもって教えてくれるんで、うん、もう僕も 100%、まあ、もちろん 100% どんな人でも 100% 信頼できるんですけど、まああれぐらい身をもって教えてもらっちゃうと、もう
プロとして もっとできたらいいっていう段階からできないといけないっていう、うん、プロだからできないといけないっていう、もうあの段階にまであの考え方を変えてくれるぐらいの実力差を見せつけられるんで、うん、やっぱあの身をもって教えてくれるっていうのはやっぱでかいかなっていうふうに思います。これだけマンツーマンっぽいねトレーニングできるっていうのは本当ね、もうためになりますよね。ためになりますね。そして山田選手、今季自分が一番ここが成長したなと思うところはありますか？ビルドアップのところの止める蹴るの技術とか、周りを見ることだったり、あと走るタイミングとかだったり、あのドリブルの仕掛けるタイミングとか、そういうタイミングとか状況判断っていうのは、まあ、前の嫌だらめったら持ったらもう攻めてみたいな、そういうあの行き当たりばったりの感じでは徐々になくなってきたかなっていうところは一番成長したかなっていうふうに感じます。山口選手がそのプロに入った時に一番大きな壁やなと思ったはった点っていうのはどんなところやったんですか？まあ、技術面、基礎技術とか状況判断と か、なんかそういうあのもうガンバの武器っていうかガンバらしいところっていうのは自分には全く、うん、全くっていうか、まあ、その時はもうほとんどないあったんで、あのそこはもうあの大丈夫かなって心配っていうかはもうあのやばいなっていう焦りとかありましたね。はい、それはもう自分の、ね、強い意志でここは絶対取り組まなあかんと思わはったきっかけでも自分の気持ちも大きかったんですけど、そういったこう指導者の皆さんの力って大きかったですか？それも先輩だな。まあ、いろんな先輩がもう、教えてくれましたし、監督もすごい親身になって教えてくれた、うん、で、まあ、そうやってずっとやってこれたんで、うん、まあ、少しずつ成長してきてくれて、あのまあ、宮本恒さんが最初で、のりさんでしたけど、お二人の指導っていうのは大きかったですか？山口聡コーチもやりますけど、はい、どなたが？どうも特別誰かっていうか、もうこう全員の人に分かんないことあれば質問しますし、あのこっちが僕がこう悩んでる姿っていうのか、そういうのを少しでも感じ取ってくれたら、あの話しかけてくれるべきタイミングで話しかけてくださって、そういう技量を持った方々なんで、あのもう、うん、僕には到底あんまり理解できないぐらいの、まあ、そういうなメンタリストみたいな、心理読めるぐらい、もう読まれどう考えとか読まれちゃうんで、もう、あそういった意味でいい意味で安心して相談とかできたりできたところは大きかったかなっていう。宮本監督はどんなこと言われたんですか？まあそのあの攻めるタイミングとか、うん、あと守備の時のポジショニングとか、うん、その、まあ、集中力のところとか、うん、そういうところはすごい言われました。まあ、のりさんは、のりさんはどっちかというとこうポジショニングとか、うん、先場が持った時のポジショニングとか、あとはあのそのクロスとか、そういう中距離パスとか、そういう技術のところをすごい根詰めて教えてくれました。うん、じゃあ山田さんにいろいろと教えてもらって、はい、先輩は誰に聞かれたんですか、山口選手は？特に誰というか、まあ、その時のその人にそのタイミングで聞いてた感じですね。同じポジションの先輩とかは、まあ、藤原さんとか橋さんとかにもまあ聞いたことありますし、橋さんとか実際で一緒になった時とかは結構、うん、あのまあ、知った激励されることはよくあったんで、あのそういう意味で成長しました。どんなこと言ってくれるんですか、初選手は？あ、まあ、持ち方とか、ボールの持ち方とか、受け方とかはもう試合中でも教えてくれるんで、で自分も分からないことあったら聞くんでっていう感じです。
ということで、山口達也選手のロングインタビュー前半部分をお届けしました。皆さん本当にねたくさん質問いただきましてありがとうございました。しっかりとね今シーズンもね割って入っていってほしいですよね。代表のね合宿にも言われてましたしね、オフィシャルパーティーの時に本人も聞いたんですけれども、なんかすっごくねいい経験になったし良かったと言ってましたのでね、ぜひ今シーズンどんどん食い込んできてほしいと思います。さて山口達也選手なんですけれども、まだ後半の部分のインタビューはあるんですが、リクエスト曲を聞いてまいりました。なんと今回2曲言ってくれております。ちょっとお好きな曲があったら1曲お願いしたいんですけども。お好きな曲か、ミーシャ、ミーシャのあの果てなく続くストーリーっていうやつと、鬼塚千尋さんの流星群かっていうやつは、まあまあ僕のキャラじゃないですけど、あの曲は意外とそういうしんみりするような曲も聴くんだなっていう意味でちょっとこの2曲をセレクトしました。ありがとうございます、はい、どうもありがとうございました。もうね私もこのデポルトナビゲーションが、今年11年目ね、いろんな選手にインタビューしてきましたけども2曲、ね、リクエストしてくれたのは山口選手が初めです。本当にありがとうございます。それでは今週はまず1曲目お届けしましょう。ミーシャで果てなく続くストーリー。山口達也選手のリクエスト、ミーシャの果てなく続くストーリーをお届けしました。本当にインタビューコーナーでねこのリクエストをお届けするっても久しぶりだったんですけれどもね、山口選手2曲リクエストしてくれましたね。キャラはこんなんですけど曲はこういった人で歌が好きやということでね、また次回ね2曲目のね鬼塚千尋さんの流星群もお届けしますのでお楽しみに。またね山口達也選手には引き続き皆さんからねいただいた質問を、伺ってきております。負けたくない選手とかね、好きな食べ物や嫌いな食べ物、そして冒頭にも言いましたがおむすびの具は何が好きですかね、山口選手のね、ニックネームのオムの由来がね、風貌がちょっとおむすびに出るからっていうことなんですけどもね、なんて答えてくれるのか、ぜひ皆さんね、楽しみなさっていただければと思います。またね、ファン感も振り返ってもらってますよ。ね、そして将来どんな選手になっていきたいかも伺っています。本当にね、若手の選手、台頭していってほしいところでございますよね。山口選手には、このインタビューではね、実吉監督の話を伺いましたけれども、今年アンダー23の監督には森下さん、ね、レジェンドが戻ってきてくれましたよ。森下仁さんが就任してくれました。森さんはねいいですね。メシノ選手にちょっと森下さんについて聞いてきたんですけれども、すっごく熱くって俺ら若い選手に真摯に向き合ってくれますよとね。ノリさんと一緒ですごく親身になってくれるんやけど、言葉数が森下さんの方が多いですねとね、自分たちのことをほんまにしっかり考えてくれてるのが伝わってきますとね。でしかもトレーニングはきついとね、ほんまきついです。でもメッシの選手でも俺20歳なんでね、まだまだそういう練習していかないととね、もう強度の強い練習をもうね練習始まってからずっと2部連やってるんでね、自分が成長できているしできたなというシーズンにしたいというふうにね話していました。で、メッシュ選手今シーズンどんなところを強化していきたいですかと聞いてきたんですけれども、目に見える結果と献身性やとね、常さんのチームになってからはサイドハーフがすっごくハードワークすることを求められていると思うと、やっぱり攻守においてシュウ君や小野瀬康介君は90分間走れていると、自分もそこはベースにしながら自分の特徴であるドリブルを合わせずにやっていきたいとね。で自身考えてもね、ユースの時はもっともっとドリブルで仕掛けられていたと、そこは森下さんがすっごく言ってくれるんですって。やっぱりこうお前の良さはドリブルやって言ってくれるんですって。だから今年は自分のドリブルを存分に生かしていきたいと話していました。常さんからは去年なんかこう課題としてはね、ピッチの中でね
自分の立ち位置がこう空間上から見た時にどの辺にいるのかなっていうのをもっと把握した上でプレーしたらね良くなるとね、言われてましたし、あの出る時はこうサイド逆でね出されることが多かったんですけど、その方がこうあの飯野君の悪い癖が出えへんから、ね、右の方がいいということで右で出たりもしてましたけども、いろんな経験積んでますね。やっぱりね、あの同期の堂安律選手があれだけ活躍したらね、飯野選手も活躍したいことでしょう。今シーズンますますね燃えていましたので、ぜひ皆さん西野選手にもね熱い声援よろしくお願いします。さあそれからですね、キャンプでのね練習試合の主力で見ております、やっぱりツートップはアデとファン以上選手ですね。アデがですねもうまあガンバ 1月のもう早いうちから始動しましたけど もうその時から絞れ出て動けてる状態でね来ましたんでね、常さんもなんかそれはもう本当にこう狭いコートでやっててもねアデの良さはすっごく感じるって言ってはったんで、ここにウィジョが戻っていくとなるとこのツートップいいんでしょうね。こんな中にこう割って入っていかないといけないのが渡辺和真選手なんですけれどもね、やっぱり和真選手今季のサッカーっていうのはもっと質を上げるのとね、もっと前に早く行くことと切り替えの部分を早くっていうところはやっぱりこうね目指すところは分かっている、まあ、そのね技術に自分がハマってね自分の良さを出していきたいと言ってはったんですけれども、ちょっとあれが絞れてるのを見てねこう危機感もね覚えてはったんですけれども、ここに割って入っていくでしょうね今年はね。まあ本当にどんなシステムでも誰が相手でも合わせられるというのがこの和真さんのすごいとこですからね。まあ本当に去年もある程度悔しい思いされてると思うんでね、今年はどう割り込んでいかはるのかっていうのはすっごく楽しみです。まあ本当にこうやっぱり競争っていい競争がねいいチーム強いチーム作っていきますからね。あとやっぱりボランチ争いですよね。こう報道されてる中ではこう遠藤選手矢島選手のところなんですけどもね、まあ、やっぱりこう常さんも言ってたけど言ったんですけど、コンちゃんとヤットが組んだ時のいいのは分かってるんで、いろんな組み合わせ試したいと思うんですけど、まあ試してるだけなんかね、本当に矢島選手がググッといったのかっていうのはね非常にね気になるところでございます。まあこの番組でもこうね矢島選手の情報をお伝えしましたけども、もう誰よりも悔しい思いしてたの俺やとね言ってはったんでね、やらなあかんことは多いけれども高い壁も乗り越えていきたいって言ってはったんでね。まあでもこの2人がこうねメインとなるとこうメラ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 してやっぱりこう組んでしょうね。こう組んね、矢島選手とはすっごいこう仲良し で J3 の時とか一緒に組んで、でもこう選手はもうやっぱりこう昨シーズンこう自分がこう出なくなってからコンサーになってからガガガガガって練習したね。まあ本当にこのオフはもう本当に堂安律選手の波もうバイですね、自分がずっと信頼してるトレーナーの下でねしっかりと体も作ってきて望んでるわけですからね。はい、ということで、まあ、開幕どんなスタメンになるのか非常に楽しみでございます。まあもうねあれですよ、ずっと非公開多いですけれどもね、またこういろんな選手の皆さんの話をね、聞いて来週開幕直前にまたねとっておきの情報をお伝えできればと思っております。ガンバイズム2019、このコーナーはガンバ大阪の協力でお送りしました。